皆さん、こんにちは。フクロウです。今回は、ハリーポッターの組み分け帽子をプレイしていきたいと思います。それでは、どうぞ。ということで、まず、9と4分の3番線に到着している、この電車に乗って、ホグワーツまでやってきました。で、今から大広間に行って、大事な儀式を受けることになります。で、まあこの大広間もよく再現されていて、この上の部分は空になっているんですが、魔法がかけられているという設定ですよね。ちなみにこれはハリーポッターの入学前の時代だみたいです。グリフィンドール、心優しく勤勉なハッフルパフ、吉に富み聡明なレイブンクロー、抜け目なく野心の強いスリダリン、どの寮からも素晴らしい魔女や魔法使いが卒業していると。ということで、フクロウも組み分けに参加することになります。組み分け帽子も非常によく再現されてますね。で、まあグリフィンドールとレイブンクローで悩んでいるんですが、まあ、レイブンクローで新しい物語を見てみようかなと思います。これ選択によっても変わるのかなっていうのが若干謎なんですよね。ということで、今回は以上です。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。